アルテピナコテークはドイツの国立美術館である。バイエルンシューミューンヘ編にある世界でも最古の部類に属する公共美術館である。元はバイエルン王家、ビッテルスバッハ家の収蔵品を市民を対象に展示する目的で作られた。以後、バイエルン王国のドイツ帝国への編入を経て国有化され現在に至る。ピナコテークという単語はギリシア語に由来しており、 絵画の収蔵書という意味を持つ。12世紀からバイエルンを統治してきたビッテルスバッハ家の美術コレクションの形成は16世紀前半に遡る。1527年から1528年頃、当時のバイエルン大公ビルヘルム4世はアルトドルファーらの著名な画家にミュンヘンのレジデンツのために歴史画の制作を注文した。この時制作されたアルトドルファーの アレクサンドロス大王の戦いは、アルテピナコテークの代表的収蔵品の一つとなっている。以後、歴代の君主の収集を加え、ビッテルスバッファ家のコレクションは、ヨーロッパでも有数のものとなった。19世紀に至り、ルートビヒ一世は、イタリア絵画などの有品を数多く入手して、コレクションの幅を広げ、これらを収蔵展示する新たな建物の設置を計画した。 彼は建築家、レオフォン・クレンツェンに設計を命じ、1826年に寄港、1836年に絵画館が開館した。勘名にある手を伏すのは、ノイエピナコテークの開館後であることは言うまでもない。建物は第二次大戦で被害を受けたが、戦後に復興し、1957年に再開している。当館は、 ノイエピナコテイクよびピナコテイクデアモデルネに隣接し、2巻と共に、ドイツ国立バイエルンコレクションを陳列する。当館は、中世からバロック期にかけての作品を陳列の中心にし、ホルバイン、クラーナハ、デューラーなどのドイツ絵画のほか、ルーベンス、ブルーゲルラをはじめとするフランドルやネーデルラントの絵画、さらには、フランス、スペイン、イタリア絵画にも多くの有品があることで知られる。 ありがとうございます。